さあ、今日もご飯を食べたいと思います。今日はですね、北京を開きたくは僕らで味噌汁とこれ食べていきたいと思います。最近魚を食べる機会がすごく多くて、1週間ぐらい前かサバの西京漬けを食べまして、それから赤子のカス漬けで、昨日はサバの塩焼きで、今日はホッケの開きとなっております。魚って食べてうまいんだよな。もうすごい身が取れた。うまい。ホッケって水川焼きと必ず食べますね。この身代わりすごくいいんですよね。今日はなめこのお味噌汁なんで特に美味しいです。オクラ、イルミのことなんですけどね、ニューヨークは何時頃だろう。僕も同じまして1階で、そしたら いきなりドーンと飛び出して家が揺れたんですよ。うわ地震かなと思って飛び降りたんですけど、その間がないんですよね。もうその一発で終わった。なんだろうと思って2階に来たんで、 Kさんが飛ばれしているジャーマンスープディスクスホールとバックスロープみたいなやつですね、あの形のままこう頭をひっくり返して椅子の上で倒れまでまして、どないしたん言うたら目が回って寝ちゃったって言うんですけど、飲みすぎだっていう話もあるんですけどね。ぶっ倒れて、ぶっ倒れた時に頭を打ったらしくて、後頭部に3センチくらいの長さ、切れた跡が、自分が出血してたんですよ。そんなにたくさん出てなかったんですけどね。まあ、びっくりするほどでもないなということで、本当にね、大丈夫かっていうと、うーって言うんですけどもね、もうぶっ倒してましたし、頭も切ってたから、大丈夫かなと思いましたけどね、もう1回降りるまで、もう地上地足ですよ。はぁ、ジャッキー線の、水球みたいな感じでね、ぶわーっと降りてきたんですけども、ご心配かけましたが、無事です。無事でした。バックスロープのバックっていうのは、カバンの意味もありますよね。バック、気持ちバックとか。ね、大学生の頃、図書館行って、帰りしないバックを斜めに取って、歩いてたんですよ。そしたら前からね、女子大生3人上がってきて、階段ですれ違ったんですけども、その時、と、これは、とか言うんですよ。ほんで、バックと言いまいち。んで、キスだ。クジラって言われました。ほんなら生まれて初めてなんですけどね。クジラって、そんな刻むような、食べもないんですけども。これ
まいわ、やっぱり人間パワーパワーと離れるちょうど。若い頃は何でもできましたね。怖さ知らずっていうか、本当に何でもできるんだと思ってましたから。そんな昔ももう何十年、当時の食べ物、中学生の頃ですけども、突然お好み焼きにジルバっていう食べ物が出てきたんですよ。ジルバ。そばとお好みを混ぜたやつって言われて、食べたことなかったんで、じゃあそれと言って、頼んだんですよね。結局そのジズバっていうのはモダン焼きのことだったんですけども、僕は子供の間では先日は走りましてね、おいジズバって食べたか、いやまだ食べてないってことで大評判になりましてね。うまかったな、あれもな。これどこ食べてもうまい。干物だけど、すごい柔らかいですよね。これも取れたのは北海道の方だと思うんですけど、しいし生で干せないから冷やしにして干してあるんですよね。考えてることがあって、トレジャーハンターになろうと思ってるんですよ。昔の埋蔵金をね、探して何億万円、何十億手に入れるという。徳川の幕府のお金だって見つかってないですもんね、まだね。この間金属探知機がありまして、手数に感じるとピーって音がするんですよ。ピーって、イギリスの話なんですけども、昔の埋蔵金を見つけて何十億円儲かった、儲かったって言うと大変だけど、ゲットすることはできたみたいですね。そういうのもなんか夢がありますよね。初めてやって大当たりしたらもうびっくりするでしょうね。トレジャーハンターなんていうのは冒険ですからね。インディ・ジョーンズみたいに期待してなければ無理ですね。最近はもうコロナが怖いですね。いつどこで感染するかわからないし、マスクしても効果ないんだったら、本当に、ね、昔で言うところのペスト菌だよね。外食なんかね、したら自分ももらうリスクもあるけど、自分が他人に移しちゃうっていうリスクもあるんだよね。でもまあこんな広くで国の皆さんはマスクがあるで仕事に行ったり学校行ったりしてますもんね。小さな子供でもマスクしてますからね。そんな状況で外食するなんて全然ない、怖いですよ。政治的意味合いもありますけど、国民がね、コロナに対してどう向かっていくか、大変ですね。うん。
マスクをつける習慣のなかったアメリカ人がマスクをつけ出してるんですからね、もうみんなね。今が我慢のしどころですね。だからね、僕は外食はしません。買い物には座りかけますけども、買い物に行った後もう引きこもってますよ。ステイホームですか。さらに、なかなか難しいことですけども、一人一人がねそういう認識を持って、事実なり産物なりをね、まあまあ通報なんですけど、医療従事者の人なんか全然来ないでしょうね。こんなに重症患者が増えて、日本が大きな病院なんですけど、診察受ける先生は頭に手術用の帽子をかぶって、その下に綿みたいなものでできた手術衣みたいなのを着て、ゴム手袋を編みで対応してくれています。だから、ウーバーイーツの自分が見せてくるんですよね。あれは確かに便利ですけど、都心部はね、それでいいかもしれないですけど、田舎はそんなことしてくれませんからね。ウーバーイーツは配達する人は田舎にはいませんからね。東京とか大阪ならいっぱいいるでしょうけど。しかし、いいところに目をつけたもんですね、そういうのね。昔やったね。こうか。指あります。ドライブしてます。なんでこんな簡単なね、病気ならいいんですけども。生のやめこ汁です。うまいわ。このね、トロトロした感覚がいいですね。以前ね、留守前に話したことなんですけど、通勤電車の帰り道で、僕の友達が、上はスーツで、下はパンツ一丁で、電車乗ったことがあるんですよ。まあ、何せんのって聞いたら、いやー、これ一応口を濁すんですけどね。パンツ一丁って何でお前、どこで迎えたんだって、そんなことじゃないって言って、真相は、謎のままなんですけどね。どっかで、でも漏らしてズボン履いて脱いでしたのかな。いや、ほんと人の将来なんてわからないもんで、中学時代の同級生が建設会社の社長になってね、毎日自宅まで北陸送迎車で高級センチュリーだよあれで行って帰ってんの、すごいよね。まず、おとなしいやつは、友達もほとんど喋らないようなやつは、銀行のね、支店長になってたりするんですよ。で、ここでバカやってる連中、僕らも含めて、どこでもないことになってますけども。一番の友達は、結婚してから、嫁さんと一緒に生活したことがなくてね、三心不倫の連続でもうここまで来ました。かわいそうだけどね、それもしょうがない。なかなか会いにも行けないしな。そして三心不倫だから、どうもね、彼女がいそうなんですよ、雰囲気的に。でね、LINE とかで時々連絡取ってるんですけど、聞けば、なんかキャバクラのお姉ちゃんみたいで、ここで送ってきたのに、家に入れてくれなかったって言って、愚痴の LINE が入ってきたんですけども、ちょっと酒一行飲めないんですよ。ほんで、調べてキャバクラ通って、その子を指名しまくって、ようやく家まで連れてこさせてくれたんですけど、中には絶対入れてくれないというね、悲しい男のサガですよね。
結局そういう気で抜かないんでうまくいかなかったんじゃないかな。絶対うまくいけば最初の風俗は自慢のライン名で復讐すると思うんだよね。舞い上がる気持ちもわからんでもないですけどもね。これうまいな、やっぱりな。皮のところがうまいわ。そう、こんなに通したぞ、先生。よし、先生、みんなで食べるんだ。はい、了解です。大根おろしがあったんだ。大根おろしにぶつけます。うまい。うまい。間違いなし。これで冷やしもピチピチで半分分にバッチリして干物にしていくんでしょうね。ありがとう、おばちゃん。おばちゃんじゃないな、お姉ちゃんもいるな。なぜかそこの気持ちをすごい。今日のこの5000円を外で食べたらいくらぐらいすると思います？ホッケは1匹を半分に割ったもの。で、だいぶ大きいですね。で、オクラ。で、なめこの味噌汁。昨晩ですね。ネオハ。目的にはね、1100円。どうだ？じゃん。こんなものかな？もっと高いのかな？まあ、実際、買えば500円はしないだろうな。だいぶ利益はあると思います。だが、家で食べる方がお得だと思いますけどね。外もいいですけどね。お昼ご飯なんか、外で食べる人多いでしょうから。こういう料理がね、家で作れればいいんですけどね。まあもう栄養満点だし。なかなかね、魚って食べる機会がないんでね。僕の場合は特に。そんなこともないか。野菜も食べてるし、最近魚も増えてるしな。キプス。キプス。失礼しました。これは生のなめこですんで、無味がすごい美味しい。さあ、晩酌に行きますよ。ごちそうさましました。しないな。ごちそうさましてから晩酌始めます。それでは、今日もお疲れ様でした。ごちそうさまでした。